どうも、くまき音楽チャンネルのくまきです。本日はピーターパンという曲をやっていきたいと思います。このチャンネルではギター弾き語りに関して発信しておりますので、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。では本題やっていきましょう。ということで今回はリクエスト複数いただいておりましたピーターパンという曲をやっていきたいと思います。まずは登場コードの前に、カポに関して説明しておきます。カポはですね、使います。2フレットにつけて、カポ2という状態でやっていきます。ここが1フレットなんですけど、1、2フレット目につけるということですね。でカポをつけることによって、ここから1フレットとなります。 1,2,3,4 という風にフレット数えますのでご注意ください。では登場コード見ていきましょう。 Am。 ちなみにこれ僕の講座でもよく紹介する Am7 でもいいですからね、Am で今回は紹介します。 Am は中指が4弦の2フレット、そして薬指が3弦の2フレット、人差し指が2弦の1フレットです。 Am7 の場合は薬指がなし、そのまま弾くという状態ですね。そして F メジャー7は薬指が4弦の3フレット、中指が3弦の2フレット、人差し指が2弦の1フレットです。ちなみにバレエコードの F ができる人はこの F メジャー7のところは F でやるといいと思います。でも僕の講座だとバレエコードは使わないので F メジャー7で代用していきます。でも音色的にもなんかこっちの方がね、今回は合いそうですね。そして G は薬指が6弦の3フレット、中指が5弦の2フレット、そして小指が1弦の3フレットです。で、この G っていうコードすごい難しいなって感じる人多いと思うんですけど、手首うまく使うといいです。手首をこうやって、グイッとしてあげると、小指を押さえやすくなると思います。まあここは本人のやりやすさなのでね、個人差かなりあると思うので、やりやすいところを探してみてください。手首入れるの難しかったら肩を入れるみたいな、あとは肘ですね、肘を入れるとか、まあいろんなやり方ありますので試してみるといいと思います。そして C は薬指が5弦の3フレット、中指が、4弦の2フレット、人差し指が2弦の1フレットです。さっき G っていうのやりましたけど、 G の中指と薬指がそのままこの位置に下にこう移動するって感じですかね。そこに人差し指を加えて小指をなくすと、だから G と C って似てるんですよね。そして E7 は中指が5弦の2フレット、人差し指が3弦の1フレットです。以上になります。さあ、これらの登場コードを使って今から実際にギター1本で耳元で音源流しつつ、やってみようと思います。お手本弾きってやつですね。でこの後パートごとに解説をしますので、その解説を聞いた上でもう一回ここのお手本弾きに戻っていただいて、で YouTube の機能を使ってスローにしながら、お手本弾き僕と一緒に弾くと、まあいい練習になるんじゃないかなと思います。最初はね、聞き流すぐらいでいいと思います。どんな感じなのかってところですね。歌うといいと思いますね。ではいきます。お手本です。G7 A7 A minor
G メジャーセブン G D セブンメジャーセブン僕らパートごとに見ていきたいと思います。まずイントロ何やってるかというと、一番最初のところはダウンだけがいいと思います。 A マイナー弾いて F メジャー7で G をやって、その後がイントロですよね、いわゆるね、イエーイのところなんですけれども、ここはもういわゆる基本のストロークをやっていくといいと思います。じゃあ何が基本のストロークかというと、これですね、イエーイ、ゆっくりやってみます。たんたんつかつかとんたんつか、これを早くやってるとですね、たんたんつかつかとんたんつかたんたんつかつかとんたんつか。イントロはこれをやっていきます。コードチェンジのタイミングはこうです。 A マイナー F メジャーセブン G、はい、ということで頭のタンのところで次のコードに移るってことですね。タンタンツカツカトンタンツカの次です。タンタンツカツカトンタンツカのタンのところでコードチェンジしてますよっていうことになりますね。でその後 A メロが始まるんですけど、これ実は基本のストロークなんですよね。まあそのままなんですよ。タタ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 みたいな感じですね。タンタンツカツカトンタンツカでそのまま弾けますし、もしくは止めちゃうのもいいですね。まあ僕だったら、タンのところだけ弾いて、ツカトンタンツカのところはミュートにします。物理的に。まあどういうことかっていうと、こうですね。タタ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 タ。はい、みたいな感じですね。頭のところのタンのところだけ弾いて、あとは左手で全部押さえて、この音を出しちゃうとなんかメリハリがついていいかなと思うんですけど、初心者の方難しいと思うので、っていう風にまずはそのまま弾くのがいいと思います。僕お手本弾きでちょこちょこやってるんですけど、右手でミュートっていうのもやってましたね。つまりはい、こういう音を出したりしました。これどうやってたかっていうと、この右手の腹でこう押さえながら、はい、こういう風にやってたわけなんですが、これは初心者向けでは全然ないので、別の動画で右手ミュートに関して言ってるので、そちら参考にしていただくといいです。とりあえずこの A パートはツカツカトンタンツカタンタンツカツカトンタンツカがいいですよということはここで言っておきます。で B パート B メロですねはどういうことがいいかなというと、これダウン増やしてあげるといいかなって感じですね。どういうことかというと、はい、っていう風にタンタンタンツカツカトンタンツカ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 、このストロークが合うんじゃないかなと思います。さっきのタンタンツカにダウンが1個増えてるっていうものですね。タンタンタンツカツカトンタンツカで、これはコードチェンジが早いです。ツカのカのところでコードチェンジしてます。つまり F メジャー7 E7 Aマイナー C、 ゆっくりやるとタンタンタンツカツカトンタンツカなんですけど、その2回目のカのところでコードチェンジしてるよってことですね。つまりタンタンタンツカツカのカですよ。だからアップでコードチェンジするんですよってことですね。 F メジャー7を弾いてツカ
E7、 このカのところでやってると、タンタンツカツカトンタンツカタンタンツカツカトンタンツカ、これ難しいですよね。まずはゆっくりやっていただくといいと思います。僕の他の講座で難易度 D とか E とかの曲紹介してるので、まずそっちできるようになってから、この難易度 C であるこのピーターパンって曲練習するといいと思いますね。でも最初にこの曲絶対やりたいんだっていう人はですね、ゆっくりにしてこの曲をやってみるといいと思います。だからタンタンタンツーカーみたいな感じでね、口で言いながらゆっくりやっていくといいかなと思います。でサビなんですけれども、サビは C メロ表記してます。ここはですね、A メロと同じ感じがいいかなって感じです。つまりタンタンツカツカトンタンツカタンタンツカツカトンタンツカタンタンツカツカトンタンツカタンっていう風にやるってことですね。だからこれが基本のストロークになるってことですね。で C G ってなってるところがあると思うんですよ。言葉にすると A マイナー F メジャー7 G C G っていうところですね。 C G ってここ何やってるかっていうとっていう風にやってます。何かっていうと、タンツカ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 っていう風にやってます。タンツカタンツカっていうことですね。だからそこの部分だけタンタンツカツカトンタンツカじゃなくて、後ろの部分がタンツカタンツカになるっていうことです。もう何言ってるかわかんないと思います最初はね。とにかくゆっくり何度も何度も繰り返して見ていただくといいと思います。さあそして転調前の、僕は D メロと表記させていただいているところ、夢の見過ぎとバカにされたっていうところなんですけど、そこなんですが、そこは B メロと同じ感じでタンタンタンツカツカトンタンツカのストロークがいいかなと思います。つまり F メジャー7っていう風にやっていくってことですね。という感じでやっていただくと、で巻き起こせ見せつけろっていうところで転調の準備をしていきましょう。で転調はこれもう物理的に対応していきます。カポをスライドするってことですね。まあ、詳しくはお手本引きの時の、を見ていただくといいかなと思います。あれ一発撮りなんですけど、一発撮りでもまあなんとかできるぐらい結構間があるので練習すれば全然できると思いますね。でバレーコードとかができるようになったら、もうこれがバレーコードの A マイナーなんですけど、これをそのまま半音上げてあげると、つまりここからこうしてあげるで、できるようになるとカポなしでもこの曲できますからね。でもそこまでまずはギターになれることが大事なので、それをするためにも、今回はカポで転調しましょう。つまり巻き起こせ季節だろう、止めてツードン、はいっていう風に最後のサビをやってあげるといいんじゃないかなと思います。だから言葉にするんだったら歌でごまかすみたいな感じですかね。タタタタタタっていう風にやってあげればね、割と自然なんじゃないかなと思います。まあ慣れるまではね、こういうまあ一見こう邪道なことだったりするんですけど、実際ライブとかでやるプロのミュージシャンの方もいらっしゃいますからね。ミスターチルドレンさんもやったりしますからね、こういうのね。まあそもそも音楽自由なのでルール決めずに、使えるものは何でも使っていただくといいんじゃないかなと思います。ということで今回はピーターパンという曲を解説させていただきました。他にもわからないことがあれば、僕はオンラインサロンで音楽ライン相談っていうのやってますので、そちらも興味あればご利用ください。ということで熊木音楽チャンネルの熊木でした。応援しています。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。そして何かリクエスト等あれば、ぜひお気軽に連絡をください。